あ、音楽が。音楽がビッグラン仕様になってます。よろしくお願いします。本日、ビッグランではなく、ビッグランが開催されるということで、待ちに待ちました。はい。ビッグラン。お頭なんですけど、なんか、とんでもないお頭が出るみたいで、今回135以上目指してやっていこうと思ってます。はい。よろしくお願いします。ビッグランとね、さほど変わんないと思うんですけど、出てくる敵が、ちょっと、特殊というか、お頭が3匹。もしかしたら、貝殻の数めちゃくちゃ手に入るんじゃないかなと思ってます。はい。ちょっとね、こっから多分ビッグランなんだろうね。スプラトゥーン自体が。すべてが。ビッグラン。よろしくお願いします。各自で同時発生。ステージがね、いろんなステージ、今までやったいろんなステージ全部できるみたいなの。で、飽きもしないのと、ただその代わり、あれだね。俺ちなみにビッグラン、木で、ビッグラン自体全部、完走してまして、今回も999で、目指していこうかなと思ってるんですけども、はい。思ってるんだよ。ステージが毎回違うってのは、ちょっと怖いね。そう考えると難しいじゃないですか。完走するの。もありますし、そうだね、頑張りましょう。頑張りましょう。全然マッチしないんだけど。はい、お待ちしました。タラポートショッピングパークが、やってまいりました。よろしくお願いします。で、今回私ですね、服をプラチナだっけ？なんだっけ？なんかね、めっちゃ光ってるやつにしました。で、武器もランダムか、これ。武器もランダム、ステージもランダム。で、鮭はめちゃくちゃ出てくると。ビッグランにしてはもうなんか締めてるな、なんかすごい。いろんなの全部入ってきてるな。よろしくお願いします。23個運べるかな ?135 個だっけ記録が。とりあえず俺これ倒したい。これ倒してあげたい。オッケー。3個一応運んで入れときますか。いや、待てよ。先にでかいのを倒した方がいいな。待ってよ。あ、ナイス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 。危ない危ない危ない。ナイスだよ、もう。フルイド頑張れ。フルイドもね、しぶきなんですけど、新しくビッグラン出たのか。ビッグランの方でも。普通のマジでももうできるのか。よいしょ。クマさん武器とか出てるのが一番いいんですけど、うわぁ、来た。やっ、危ねえ、危ねえ、生きる。今ちょっとミスったんだけど、生きてた。危ねえ。23個までそんなに、難しくないからいけるな。はい、23個行きましたと。で、柱は先に倒しとかなきゃいけない。あ、すごい、これアプデ前のさ、で、先アップデで買ったんですよ。あ、入れなかった。アプデ前のタラポートショッピングパークだね。あー、なんか狭く感じるわ、なんか。危ない、取りたい。できれば135個行きたいので、目指したいので、勝ちたいってのもありますけども、はい。いや、これきついか。むずいな。オッケーオッケーオッケー。次50個50個入れれば次と次のウェーブで100個入れればいける。目標があるのいいよ。これはマニューバー。オッケーオッケーオッケー。戦いやすいよ。スピースシュートもぶっちゃけ戦いやすかったんですけど、前からしか来ないのか。これはグリルか。なるほどね。ここじゃなくない？ここで落としか。あ、そこもいけるか。まあ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 。毎回さ、グリルとかさ、安定しないかもね。味方も違うし、戦い方も違うんで。ここで教えてあげよう、味方に。はいはいはい。教えてあげる。いいよ、ここおすすめだよ、仲間に。小敵が上がってくるよ。おすすめだよ。あ、でもあっち側に味方いてほしい。おすすめよ。こっちおすすめ。ここおすすめ。はい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 。小敵たちがちょっと邪魔だけど、おすすめですと。危ない危ない危ない。え、なんか落ちちゃった。ここで倒してもあんま旨味ないけども、直しといて、ちょっと運びたいですね。
やべ、後ろからも来てる。今ね、線で気づきました。とりあえずノルマはいけそうだな。ああ、クジャキが登ってくるの、ここ。やべ。大丈夫。ダイナモだから振らないときついよね。ダイナモだから。ねえ、ああ、終わった。うわ、負けた。うわあ、うわあ、うわあ、うわ、最悪だ。いきなり勝てなかった。やっぱこれビッグビッグラン難しいかもしれない。今ちょっと小酒にやられちゃった。はい、よろしくお願いします。ちょっと早朝朝起きて朝ごはんもしっかり食べて、開幕に臨んだんですけど、今日は自分でご飯を作りました。食パンです。食パン焼きました。猫ゲーのステージでスメシワールド、一番最初にやったビッグランってスメシワールドじゃなかったっけな、違うっけ、なんかそんな記憶があるんですけど、今回 H3 リールガンということで、あー、さっきのグリルで負けたのがちょっとな、悔やまれるな、マジで悔やまれるな。999ファーストまで今日も目指そうとしてるのに、いきなりね、いきなり障害が、いきなり障害がありました。大丈夫かな、みんな死んでる、助けた。ナイス。先にプレッシャー。オッケー、今回飽きなくていいね。オッケーオッケー、倒して入れるの仲間に任せてもらって、先に黄色で打ち上げましょうか。はい、打ち上げていこう。仲間はやられてしまった。誰が入れとく、仲間助けて、味方ないっす。味方が入れてくれました、カタパッドの最後。こっちも倒したい。はい、そんでもって最後にホイト、これ一発で倒せると味方も戦いやすくなると思うんで、いいと思います。はい、倒した。リールガンはね、俺結構使えるんで、使ってきたので、ブラー釣りじゃないけど、危ない。135目指そう。135目指そうね、みんな。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。41よ、41。ナイスナイス、42。なんか汚れながらも上に上がってきてる。シャケかわいいな。ビッグビッグなんでもなんか変わらないね。さあ、ラクト、スプラ3で僕はラクトを使い始めました。3から出た武器なのでね。最初めちゃくちゃ濡れるという噂のラクトなんですけど、これ連れてきたいですね。待ってね、みんな、俺連れてきてる、連れてきてるよ、連れてきてるよ。ナイス、グロピク、ありがとう。右入れてからの左間に合えば嬉しいな。あー、間に合った。オッケー、ワンターン切る、ワンピックで倒しました。で、できれば奥に送っとく、できれば奥に送っとく、できればこのまま持っていく。ほい、135目指すにはさっきなんか42だったんで、そこそこ決めないといけません。数は数えられません、忙しいので今。やってくれるか、やってくれたな。です、雨が今打たれちゃったけど、今打ち返した方がよかったね。はい、雨をしっかり打ち返す。はい、これは置いてく、柱来てるのあれ気になるから倒してあげたい。柱いけるか、柱いってくれてるな。オッケー、ナイス。まあ、鮭の数少なくね、死んだ、死んだな。はい、死にながらも送ってきてくれてる。ここはラプトの力、極者を狙っていこう。お、プレッシャー倒してくれたね、ありがたい。猫ちゃん、すみません、猫ちゃんが今俺のところやってまいりました。45、47、やべ、かぶってる。遠くから行って入れられたら嬉しい。はい、あ、50いった、50いった。次40、あれ、今42だったから、さっき93じゃん。135まであとどのくらい、42だ。次42入れたらいける。おお、村長じゃなくなった。ここむずいんだよね、ここ。
ここむずいんだよ。まあ、連れてきたいな、これ。ただ、スペシャル2個余ってるのはでかいぞ。危ない危ない危ない。倒そう倒そう。みんなで倒そう、みんなで。いや、やべ、助けて助けて撃って俺ない撃って撃って撃ってうおー、ジグザミナー攻撃。オッケー。雑魚処理するか、ジグザミナーが。来てますよ。厄介なのが来てますよ。オッケー、止めたよ。後ろから持ってるね。射程のある、これ何とも言ってか。はい。よろしく。あ、かぶっちゃった。かぶっちゃった、味方のトルネードかぶってしまった。ミスった。いつ使うかね、言ってもらわないとわかんないですよね。まだだと、やっぱ、ブラっていうかの、友達とさ、やってる時はさ、声かけれるけど、ちょっと無理だよな、友達。今、トルネ使うから、あの、ナイサマやめてね。ナイサマ使いたいな、トルネやめとくわ、みたいな。欲しい、その一声が。このナイサマ、これナイサマ使うから、トルネいらないからね。ナイサマ使うからね。自分で一声した。43意外といけるぞ、これ。あ、やばい、やられてる。やばい。やばい、ナイス、それ。あ、ごめん、ナイス、ナイスな、ナイスな。もうね、高台に逃げる場所がない。そして135行きましたね、これ。ナイス、そんな。もうスペシャルもなかったしね。最後、倒して投げると。OK!50! これ135行ったね。我々行ったね、今。ナイス!成績見てみましょう。まだ、でっかい鮭来ないね。まだね。やった !145 行った来た!もう着物ゲットできちゃう。ごめんなさいね、もう、なんか、うちのチーム強くて。申し訳ございませんね。いい感じに、勝たせていただくことができました。はい。ナイス。いやー、ナンプラだ。いや、毎回ステージ変わるのめっちゃいい。飽きないよ。まだ。まだ。ただ、難易度は上がってる可能性あるんだよな。まず、この時点でスプラトゥーンを始めて、ビッグランを初めてやる人は、ステージが毎回違うから覚えられないんじゃないかな。ね。そんな気がする。ビッグランを一回もやったことない人が今回、ビッグランだって参加してるから、ちょっと無理だよね、もう。これ、本当は連れてきたいんですけど、今回うちのチームはもう、戦闘モードなので。ただもう135いったからさ、あと勝とう。勝つだけや。あと勝つだけ。あとビッグランってさ、なんか熊さん時絶対来るじゃん。今回なくない熊さん。そういえば。全部出てくるのかな。まだ俺は見てないですね、熊さん。熊さん時、何プレイ席やったら覚えてるとか、マニューバか。熊さんマニューバが確か、初めて出てきたのが、このステージなので、送ってこい、送ってこい。はい、送ってこい、送ってこい。はーい。はい、送ってこい、送ってこい。痛い。まあ、できれば塗っておいて、OK、OK、OK。危ねえ!落ちるとこ行った。危ねえ。倒したいけど、これ。止められるんだけど、この。インクで。インクで。インクで。あー、こっちから逃げる。さあ、24と、ノルマは行きましたね。もうなんかみんなこっちで戦ってるし、入れてないので。入れてるか。これだ、入れてないって勝手に判断してごめんなさい。すごい、カーボンめちゃくちゃ速いな、来るの。あんま鮭の世界のカーボン使ってこなかったから。あー、速く感じる、すごい。危ない。あー、ここ登れないやろ、鮭。ここ強いぞ、マンプラーはさ。これで鮭登ってこれない。これ倒すよ。これ全然入れてなくてごめんね。でも他に倒すからね、ザコ処理。ジャンプで登ってきた。ジャンプで登ってきた。ナイスナイスナイス。さあ、ナンプラーの、逆側ですね、逆側。あっち側使った後に、逆側を使わされると。あ、何?あ、真ん中ってことね。なるほどね。ヘビー!ヘビーだよ、みんな!ヘビー!ヘビー来たよ!ヘビー多分俺だから、後ろ下がってる。ターゲット多分俺ですね。影山うなちゃん。やってくれそうだね。おいでおいで。影山うなちゃんでした。
福さんの加減も向けるし、はいはい、ナイス。ほう、なるほど、鉄球が来るのですか。そうですか、鉄球が来るのですか。はい、送って鉄球送って真ん中にいる子に送って、で俺はプレッサーのプレッシャーを倒して、はい、ああ倒せてないけどどんどん倒す。ここ守り続けてもいいと思うんですけども、逃げちゃった。雑魚処理しつつ、雑魚処理しつつ、ああこれは連れていこうか。はいはいはい、耳すぎてやられないようにしないと。オッケー、よく連れてきてくれた。ナイス。で、俺スペシャル最強のトルネード持ってる。スペシャル最強のトルネードだよ。わかんないけど、スペシャルの最強はトルネードを持ってるから、僕は持ってるので。あー、ヘリが俺のとこ落ちてる。これは真上に落として、はい、手伝ってあげたい。ボムも入れて手伝ってあげたい。その間俺はヒント鮭をいくら入れます。はいはいはい、オッケー。投げてくれてついてるよー、任せて。それ投げる意味あったかここにてか、あの位置さ、直接投げてもいいよナイス。あ、またノーチラスだ今度。ちょっとなんかバレルが多いな。バレルが、バレルの強さバレるぞ、みんなに。これあんまり面白くないね名前が一緒なだけだ、もう面白くない。これは呼びつつ、アミ方呼んでますね。ここ呼んでるのを倒してあげて、今攻撃されたけど、これはもう火力でいきます。火力で倒します。ノーチラスの火力バカにならないほど高いので、バカ高い。バカって言っちゃダメですよってか、この先生によく言われる。バカって言っちゃダメですよって絶対言われてる人、俺以外に。そう、あーもう鮭が強すぎて。え、なにこれ、なにそれ、ローラー、え、クマさんローラーですか。あ、ずっとトイレもだと思ったのに。なに今の、クマさんローラー出てるけど、知らない知らない、クマさんローラーなんて知らないとか初めて見た。クマさんローラーすごいよ、初めて知った。え、なにそれ、ちょっと使いたい、クマさんローラー使いたい、使いたすぎる。あー、やっつけてくれ。あ、これ死ぬ、ごめん。自分のとこに取るね、仲間が死にませんようにと祈ってるから。はいはい、あと1個余りはこちらへ、どうぞよろしくお願いします。いいね、クマさんローラー見たいな、俺も一回。なんかクマさんマニアの上位互換じゃね。あれ、クママニアの上位互換な気がするけど、どうなの。ローラー、コロコロめっちゃ速かった。俺過去にああいうちょっと悪いチートみたいなの使ってると見たことあるんだけど、あのローラー速いみたいな。え、いいな、ね、それいい、羨ましい。なんかターボ出てるよ、ターボ。ローラーにターボが出てる。何これ。あ、よろしくお願いします、アマ美術。毎回ステージが違いますね。いいですね。さあ、クマさんローラー僕が使えるのかどうか。見るだけでも楽しかった。クマさんローラー、持てない、持てずして、持てなかったね。スクワットホッパーブラック。よろしくお願いします。スクワットホッパー、まあやられないようにスライドしながら打ち続けられる。まあ強いんじゃないか、まあ強いんじゃないかとは思うけど、そんな強くないんじゃないかなとも思う。火力がないからね、ほら、火力がない。誰か倒してくれてるな。オッケーオッケーオッケー、カモーンって言ってる。どうした、どうした倒したのか、倒した方が危ない。やばい、硬すぎて全然倒せない俺の。鼻水が出てくる、鼻がムズムズする俺。これ倒したい。オッケー、ぶっ危ない、やられてる、大丈夫かい。あ、倒してもらおう。あの、ナイス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 。爆弾とかを全部リッターさんに任せて、全部リッターに任せて、あと入れちゃって、入れちゃってって、なんかめっちゃ命令してる俺仲間にね命令しよう。命令ってか、まあ妖精だよ、妖精。
妖精って可愛い妖精じゃないよ。よ、なんか頼み事上の妖精さん。妖精さん。これでみんなも賢くなった。痛い。痛い。なにこれ。なにこれ。ああ、小じゃけが見えなくなってるだけ。小じゃけがちっちゃくて見えないだけ。全処理できてるね、今のところ。大物の鮭結構倒してる。あ、火力なくてごめんなさい。火力なくてごめんなさい。で、どう倒してくれて。ここを下ぐ。ここは任せろ。あ、ごめん、インクないので、もう任せろ。ここは任せろ。うん。こっち。入れに行く、入れに行く。あ、引っかかっちゃった引っかかっちゃった。そう。なんか今まで、あとどこだ、マテガイ放水路か、あとやってないの。もありますよね、ステージでね。モテガエぐらいじゃないやってないの。あと何かあったっけ。前回のビッグランの場所とか忘れちゃったよ。まあそういうもんだよね。そういうもんなのかな。で、グマさん時全然来ないけど。使わせてくれないので、なかなか出ないのかな。今回レアですね。俺の今回、目標っていうか、まあ、ちょっとね、狙ってる敵は、クマさんってよりかは、クマさんって感じ。おかしら連合だっけ。おかしら連合っておかしらが繋がってるんだって。まあ噂でしかね、スプラトゥーンのね、噂でしか知らないけども、はい、出てくるみたいなの。それちょっとね、目撃したい、目撃したい、倒したい、どちらかというと倒したい。ナイス入れてくれたので、僕もちゃんと入れましょう。こいつは倒しに行った方がいいと思うけど、どうでしょうか。あ、入れてくれそうだけど、え？え？どうしてくれた？チャージャーなのに行っちゃってやばい。危ない、戻る。全然来ないね。これ入れとく。はいはい。3個6個貯めたよ。これも貯めとく。ミス。これ波状攻撃されてる。これはヘビを倒しとかないと。ついて倒しましたと。5個。5個いけそう。どこ行った？スペシャル温存できましたよ。はーい。スペシャル温存できたよ。はーい。誰に変更した俺は。はい。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス。いいぞ、みんな。うまいぞ。あと、クマさん、クマさん武器欲しいな。さあ、来い。クマ武器来い、カノン。来ない。シャープマーカー、これ味方クマさん武器出たな。これ見た目ダイナモローラーなんですけどね。君かティーヌか持ってるの。君か、君が持ってる。味方が、あ、いた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 。あはははいた。あ、待って、これは俺が行かなきゃ。任せろ、くれないだろそれ。思って任せろ、任せろ。任せなさいと。やべ、金鮭が、金鮭が来ておるぞ。これ呼びたいですな、金鮭とか。おいで、戻ってきなさい。金鮭呼んでるから今。戻ってきて、金鮭呼ぶから。あの人ね、蘇らしちゃうとね、金鮭あっち行っちゃいそうな気もする。呼べるか、 OK、 出た。あー、ここで止まっちゃってたか。しかも1個しか出なかった、最悪。ちょっとどっち難しいですね。いや、俺覚えてる。奄美筒大学は外周したの覚えてる。6個、まあ、6個か。この上の倒すか、飛んじゃおっか、これ。あー、切る。ナイスナイスナイス。いや、全然金の鮭ないから、その真ん中で倒しちゃおう、これ。はいはいはい、これ送る。いやー、もうウルトラ着々使うしかない。ごめんなさい。うえー、真ん中でやられた。これで真ん中で送れるから、ちょっと蘇らしてもらう。なんかスペシャルとかないかな、あまり。いや、任せる、任せよ。これ一回任せよ。入れてくれてるから、これ仲間と一緒に入れる。これ仲間と一緒に入れる。オッケー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 。ナイス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 。俺たちナイス、俺たち最強、俺たち最強。よしよしよし。あぶね、めっちゃ溜まってた。まだおかしら来ないのか。クマさん武器も。まだ来ないのか。あー、来た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 。マテガイ来たよ。
お茶入れてきました。喉乾いた。よろしくお願いします。どうもです、こんにちは。皆さんこんにちは。お、赤いマニューバーってか、マニューバータイプが3人もいますね。みんなほぼマニューバーですね。僕はこの赤い悪魔、リアルスイーパー。もう見た目ザリガニ、見た目カニとかザリガニなんだけど。あ、来た。これ倒すわ俺。ここからこれ倒してあげよう。あげようじゃないか。はい、出したよー、褒めてー。はい、もう一個来てる。来てくれそう、来てくれそう。これプレッシャー、プレッシャー倒したいな。オッケー、プレッシャー倒せた。待てがいね、ちょっと難しかった記憶があるんだよね。で、次多分勝てばお菓子で行くと思うんだよ。時間的にも、時間的っていうか、その今まで的にも。だからめちゃくちゃ最後に、最後重要、最後のキル重要、最後のキル重要な気がする。スペシャルの使い方がとか。危ない。いや、火力がないのがちょっと弱々しいけど、左だけ入れといたよ。ナイス。オッケー、鳥いっぱい溜まってる。車は行けそうだね。入れて死なないように行こう。もう残り3つだし、余裕だし、大物の処理を優先的に倒していく。あ、ごめんなさい、入らなかったです。ごめんなさい。おまけ以外のこの形はなんかアップデ前か、それとも仕様変わってるのか。アップデ前ではなさそうだ。アップデ後だね。危ない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 、いっぱい切れ。うわうわ、でも避けれるのがこの赤い悪魔の強み。はーい、投げてくよ。135狙ってる人も一緒なんだよ。だから簡単だな、135って。今回ビッグランのね、猫が遊んでる。あ、来た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 。うわあああいやいやなんだこれは、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。めっちゃ濡れるし早い。ただ振るまで縦振りがめちゃくちゃ遅い。うれ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 。肉の商品も早そう。うやー、あ、倒せない。ただ早いだけ。うわあやべ、これ遊んでたらやばい。遊んでたって言っちゃった。遊んでるわけじゃない。うげー、カーボンみたいに振るとめっちゃいいかも。で、縦振りのなんでこの気持ち悪いな。さすがに引けないか。何引けない、さすがに引けないけど、引いてる時が一番強いかも。まあ、雑魚処理かな。大物の鮭倒せないよ。はいはいはい、縦振りなら倒せる。はいはいはい、任せろ任せろ。ただ早すぎてちょっと制御ができないかも。ごめんみんな、制御ができない、早すぎて。誰か爆弾倒してくれないか、これ。いいや、倒せるもんだよ。いいや、使っちゃった使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 った。はいはいはい、これか。いやー、制御ができない、制御ができない。いや、次次行こう、2回目。これ毎回自分で持ってくるわ、制御できないから。コロ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 好きだから、コロ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 。なるほどなるほどな、なるほどな。まあ雑魚処理には使えるね。あんま強くないな、使ってみた感想。マニューバー、マニューバーのさ、醤油ご飯の感じ。でも制御ができない俺、マニューバーの方が制御できる。慣れだな。ローラーのコロコロはね、企画でもうまいはずなんですよ。俺もローラーのコロコロちゃんは、さっき俺があのスペシャル使わなかったらこのチームやばかったから、死んじゃってたかもしれないけど、あれは神のスペシャルで呼んでください。あそこでトルネードなかったら多分いろんな大物鮭残ってたんで。なぜかというと俺のこのさっきのローラーで倒せなかったあの大物鮭が、だからきつかった。言いましたからね、ローラーが。
やばい、これ全然大物倒せないじゃん。これ蘇らせてあげたい。ごめんね遅れて。いや、マテガイがむずいわ。マテガイがむずいです。倒しボールに、はい、倒しましょう。いけそうだね、こっち。はいはい、ナイスナイス。倒すよ、はい、倒すよ。バイ。処理行った方がいいかも。味方に入れてもらって俺は倒した方がいいかもしれない。こっち側めちゃくちゃ溜まってますね。うわー、倒しきれない、これ乱数が。あとでも俺スペシャル持ってるよ。スペシャル持ってる、スペシャル持ってる。はいはい、使い道ね。今1本2本3本あ、上に投げればよかった。あいつ倒せばよかった。ここで倒す。オッケー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 。ノルマいった、ノルマいった。来るぞ、来る来る来る。おかしら連合が来る。みんな君を助けといてあげよう。来るぞ、来たよ、おかしら連合来たよ、来たよ、来たよ。なんじゃこりゃ、やばいよ、やばいよこいつら。どういう状況なの。あ、みんなクマさん向きだ。え、なにこの締め切ってる。え、3匹いる。待って、3匹いるのいいけど倒せるのかこれ。全員クマ3匹っていう、なんか、え、なにこれラスボス感。危ない、危ない。ジョーは無理だ。ジョーは、ジョーはきつくない。あ、でみんな体力が少ないかも。はいはい、おかしら、今までのおかしら全部切れる。オッケーオッケー、ナイスナイス。今日グッとグッとグッ、いけ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 。もう誰がどんだけ食らってるか分かんない。あ、この子これ倒したらでかいかも。このタツ、これタツ倒そう。あ、あ、もうこれ使っていい。タツ、タツ、でタツにダメージ与えてきた。味方よみがえらしたいな、これ今日。お、タツ倒した、タツ倒した、タツ死んだよ。ジョー攻撃しとこう、ジョー攻撃しといた。スペシャル2個あるのか。あ、これジョー、ジョー、ジョー、ジョー。あー、横綱来てる。ごめんごめん、タツだけ倒した。全員倒したい、頼む。ジョーがえぐい、ジョーがえぐい、ジョーだけでも倒したい。ジョー、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 いくでない。え、むずい、むずい、むずい。あー、でも立つだけ倒したからね、なんかもらえましたね。おかしら連合ボーナスでかける3ももらえる。すげえ、すげえ、ビックビックだ。え、これ全部倒したい、全部倒したいな、これ難しかった、いきなり。めっちゃ難しかった。楽しい。